こんにちは、アンソニーです。ソノスビーム Gen2 をご紹介します。こちらのサウンドバーなんですけれども、ちょっと暗いので光当てますと、はい、こういうコンパクトなサウンドバーです。ソノスっていうアメリカのブランドですけれども、だいぶ認知度も上がってきましたよね。私は以前にソノス5とソノスポートっていうのをレビューさせてもらいましたけれども、まあ、使ってみた感想としては、まず第一にデザインがシンプルでかっこいい。そして、UI っていうんですかね、実際の使い勝手が非常にユーザーフレンドリーで分かりやすい。そしてもちろん音がいいという、そういうイメージを持っています。このソノスビーム Gen2 というのは、まあ、ジェネレーション2っていうぐらいですから、前のモデルがあって、以前はソノスビームっていうのがありましたと。それが昨年11月にジェネレーション2としてリニューアルして発売されたと。まだ発売されてほやほやの新商品です。まず何がいいってサイズ感なんですよね。非常にコンパクトです。今これ55型の液晶テレビの前に置いてるんですけれども、このね、足と足の間に余裕で収まるんですよ。このコンパクトさっていうのが、まあ、リビングでこう圧迫感を与えずに、もう気軽にいい音を楽しもうっていう、そういうイメージを与えてくれますよね。前のモデルからアップグレードされた一番のポイントは、 CPU の処理速度が 1.4 倍に高速化されたということです。これによって最新の立体音響フォーマットであるドルビーアトモスに対応したということなんですよね。これサウンドバー1本でよりこう前後左右、そして上下っていうね、こう立体的な音響空間を作り出すことができるということです。それからこの前面のこれメッシュになっているんですけれども、これ前のモデルはこれファブリックだったそうなんですね。まあ、それはそれですごいおしゃれだと思うんですけれども、これがポリカーボネートに変更されたので、まあ、耐久性も高くなったし、まあ、お掃除もしやすくなったということです。最初のセットアップですが、これが非常に簡単で、まずケーブル類は2本です。付属の電源ケーブルをこれ後ろに挿しまして、それをまあコンセントに挿しますと。それからこれまた付属の HDMI ケーブルを、テレビの、ARC 端子もしくは EAR 端子につないで、このソノスビーム Gen2 の、HDMI でつなぐと。要は電源ケーブルと HDMI ケーブル、この2本だけです。ソノスの専用アプリを使って初期設定を進めていくんですけれども、もうアプリを立ち上げるとすぐにこの近くにあるソノスのスピーカーを探し出してくれるんですよ。で、あ、このスピーカーですねっていうことで選んで、であとは、Wi-Fi をつなぐ時のまあパスワードぐらいは入力をして、で途中でなんかね、 NFC かな、こうやってピッてねタッチする工程もあるんですけれども、まあそれぐらいですよ。であとは、このソノスビームをどこに設置しますかとかいうぐらいですね。で、あとは、まあ、一番最初だけ、ファームウェアの更新みたいなのがあるので、それだけちょっとね5分10分かかりますけれども、本当にそれぐらいです。で簡単に、テレビに接続されます。少しだけ音を出してみたいと思うんですが、映画の音とそれから音楽、この2つを、テレビ内蔵のスピーカーと、ソノスビーム Gen2 のスピーカー、これを、比較してみたいと思います。
はい、しばらく使ってみたんですが、このサイズからは考えられないぐらい非常に迫力のあるサウンドを出してくれますし、やっぱり映画が楽しくなりますよね。本当にこのドルビーアトモスの効果だと思うんですけれども、今まで見てきたサウンドバーと比べても、特に横方向ですかね、横方向の広がりっていうのが非常に感じられて、まさしくそのカーチェイスであるとか、アクション映画ですね、これの迫力が段違いに良くなります。で、それでいてなんかこう低音をやたら強調しているような不自然な感じもなくって、非常にナチュラルなサウンドですから、普通に Spotify とかで音楽を聴くのにも十分楽しめると思います。テレビや映画の音声を聞くときに便利な機能があって、まずナイトサウンドっていうのがあります。音量が低いとき、静かなサウンドは大きくなり、大きなサウンドは抑制されますということですから、まあ、おそらくコンプレッサー的な意味合いだと思うんですけれども、一番でかい音と一番小さい音をちょっとねこう縮めてくれるっていう表現で合ってるかどうか分かりませんけれども、要は聞き取りやすくそれていてうるさく感じない音にうまくしてくれるんですよ。ですから夜映画を楽しみたいっていう時には非常に使えると思います。2つ目はスピーチ強化ですね。これは文字通り映画の中のセリフをよりはっきり聞かせてくれるっていう機能ですよね。でもちろん映画の時だけではなくって、例えばニュースのアナウンサーの声とか、バラエティの大笑い芸人の声とか、そういったものも非常に聞き取りやすくなってますので、私はもうこのスピーチ強化は常時オンにしています。さっき Spotify っていう名前を出しましたけれども、様々な音楽サブスクリプションサービスにも対応しています。ですから別にテレビをつけなくても、スマホとこのソノスビームだけあれば音楽楽しめるんですね。ちょっとテレビ消しますよ。テレビ消してスマホから直接例えば Spotify にアクセスすることができます。っていう感じなんですけれども、ちょっとだけ小さな不満を言うと、まあ、ここでボリューム調整できるんですけどね、これがちょっとね、タイムラグあるんですよ。で、ちょっとこう、ボリュームを上げたと思って、あ、でもまだ小さいな、で、もうちょっと上げようかなと思ったら、後からボリュームアップがグーンってついてくるので、ちょっとその辺が使いにくいかなと思います。ただもちろん、ここに、ボリューム調整とか、ここにもタッチパネルで、操作することもできますので、まあ、大した問題でもないかなと思います。他にも YouTube Music とか Amazon Music、Apple Music なんかにも対応してますね。それから AirPlay 2にも対応してますので、私あっちに Mac を置いてるんですけれども、Mac から AirPlay 2でここに飛ばして、ここから音を出すなんていうこともできます。もちろん iPad とかのタブレットから飛ばすこともできますよね。まあ、最近はテレビで YouTube を見るっていう人も結構多いんじゃないですかね。こういったものでさまざまな、動画を見たりするのも非常にね、音声がいい感じで聞けますので、面白いかと思います。その他細かい特徴を補足しますと、トゥループレイっていう機能がありまして、この、まあ、サウンドバーはここに置いてますけれども、部屋の環境って人によってさまざまじゃないですか。それの、音響を、部屋に合わせてチューニングしてくれるっていう機能があります。こういう iOS デバイスでなんかね、ここから音を出しながらこれを持って部屋の中こうやって振りながらね、うろつくんですよ。そしたら、いい感じの部屋に合わせた音響を調整してくれるっていう機能があります。もちろん音声アシスタントにも対応してまして、 Amazon Alexa に対応してますので、まあ、タイマーを設定したり、何か何々を見せてみたいな、リクエストをかけたりすることもできます。壁掛け用のマウントも別売りで用意されています。テレビを壁にひっつけてかけてる人も最近はいると思うんですけれども、そのバイクのテレビの下にこのウォールマウントを使って、このサウンドバー自体も壁に設置するっていうことができます。あとはソノスならではの発展性ですよね。今回はサウンドバー一つだけで試しましたけれども、これに加えてサブウーハーを追加したり、リアスピーカーを追加したりっていうこともできますので、それをやったらね、相当なサラウンド感を楽しめると思います。以上です。
カラーリングはこのブラックに加えてホワイトもあります。でお値段が税込みで 59,800円ということで、まあ、安くもないけど高くもないなっていう感じですよね。で、ソノスの公式サイトでも通販やってますし、それから、ヨドバシとかアマゾンとか、実際に視聴できる環境もあるんじゃないかなと思います。個人的にはですね、もうね、サウンドバーはこれぐらいがちょうどいいサイズ感だと思うんですよ、テレビには。もちろんね、100インチの巨大なスクリーンでホームシアター楽しみますっていう人にこれを強くはおすすめしないですけれども、まあ 40-50 インチから60インチぐらいですかね、ぐらいのテレビに、圧迫感を与えずに、おしゃれに小さく設置して、音楽や映画を楽しむというのがもう持ってこいだと思います。これね、実際ね、この高さもね、そんなにないので、このテレビとこの足の境目ぐらいにちょうどここ収まる感じなんですよ。なので、まあどうでしょう、設置に関しては音を考えたら、本当はねこれをこうもっと手前に持ってきて、この、ヘリにギリギリ持ってきた方がこう余計な反射がなくせるので音はいいと思うんですけれども、ちょっとねこの後ろの電源ケーブルとかを見せたくなかったので、こうやってぴったりくっつけて設置してみました。ぜひですね、まあ前から言ってますけれども、この液晶テレビ持ってる人はすべからく、サウンドバー買ってください、使ってください。本当に、映画体験、テレビ体験というのがガラッと変わるので、ぜひ検討してもらいたいと思います。それでは